はい、どうも、ゆうしんです。今回もコラボ企画っていうことでですね、かなり、スペシャルなゲストにお越しいただきました。まあ、ご存知の方もね、YouTube 上で多いとは思うんですけど、実は YouTube で日能研の歩き方というですねチャンネルを運営されているあきら先生に今回はお越しいただきました。あきら先生はですね、日能研の、ある校舎の教室長をされている先生で、非常にね、その指導歴だったりとか指導力とかっていうのが、僕なんかとはですね全然比べ物にならないような先生なので、今回は、その先生に今年の入試の振り返り、そして新学年ね、どういうふうなことをしたらいいかっていう新学年の準備についてですね、そして合格するために何をしなきゃいけないのかというポイント、そしてこれをしてしまっては不合格になってしまうっていうことに対するポイントですね。この4つについて今回は先生にインタビューという形でお話を伺おうと思います。非常にね参考になる話聞けると思いますので、ぜひ皆さんお見逃しのないよう最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、あきら先生お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはその今年の入試の振り返りをちょっとしていただければなと思うんですけど、どんな入試になりましたかね。そうですね、今年はコロナがあったっていうことで安定志向っていうのが言われてますよね。御三家をはじめ受験生上位の学校が受験生を減らしていて、例えば渋谷幕張なんかも前年と比べるとかなり減らしていたというのが、特徴かなと思います。やっぱりそのコロナっていうこともあって、その問題が簡単になったっていうこともあったみたいなんですけど、その辺って何か影響を感じられました？そうですね、学校によっては範囲を指定して短くしたっていうところもあったと思うんですよね。なので子どもたちがよく言っていたのはやっぱり傾向が変わったっていうのは言っていた子が多かったですね。ですので、過去問偏重になりすぎて傾向が変わった子に対応できない子にとってはちょっと厳しい入試だったかもしれないですね。確かに傾向が変わって、初めて入試問題を見た時にメンタル的にも落ち着かなくてびっくりしちゃうと、それがまたずっと足を引きずって成績に反映してしまうっていうような子もね、中にはいたんじゃないかなって思うんですけど。そうでしょうね。実際その先生が教室で見られてる生徒さんの中でもそういった影響を受けた子とかいましたかね？そうですね、やっぱり1科目目を引きずるっていう子は結構いたんですけど、私の教室の場合には埼玉入試で練習ができたので、休み時間の時にはもう前の教科のことは考えない、もう次の教科に気持ちを切り替えるっていうことを練習してきた子が多かったので、うまくですね比較的メンタルのコントロールっていうのはできたのかなと思います。なるほど。はい、で今年の入試の振り返りというところなんですけど、なんかそもそもこういう学校が人気だったとかっていうのを、毎年変動があると思うんですけど、それってどういったその指標というかどういった基準で考えていけばいいんですかね。そうですね、私自身4ついつも挙げてまして、まず入試前に分かることが2つあります。で1つ目が志望者動向ですね。私の塾では公開模試っていう模試があるんですけど、その模試の志望者の登録状況、それを事後にご家庭にフィードバックしてます。これは多くの塾ではやってることだと思うんですよね。去年と比べて何パーセント志願者が多いと、その時期ごとに分かると思います。でもう一個が過去問の出庫状況っていうのがあって、これは声教チャンネルっていうチャンネルがあるので見てもらうといいと思うんですけど、声の教育者の過去問が去年と比べてどれぐらい売れてるかどうかっていうのも一つ目安になるかなっていうふうには思います。で売り切れてるっていう学校に関して言うと、もう確実にここは激戦になるので、覚悟が必要だなっていうのは親御さんに私は伝えています。で入試後、これはもう結果論なんでね、もう来年の保護者の方へってことになりますけど、志願者の昨年比、であとは実質倍率ですよね。これは各学校のホームページとか、あとは塾の入試報告会等でデータまとめられてると思うんですけど、やっぱり実質倍率3倍を超えるっていうのは、3人に1人しか受からないわけなので、それなりの覚悟が必要ですし、入試日程後半の学校になると7倍以上の学校もありますから、後半にあるからここで合格できるっていうふうに思われても、やっぱりこれはもう厳しいですよね。やっぱり実質倍率も、前の年のものはきちっと目を通しておくべきだなっていうふうには思います。そしたら、そういった、今4つ
っしゃっていただいたんですけど、その4つの指標とか、まあ基準をもとに実際その今年ですね、今年の入試に関してどんな変化があったのかって、そうですね、男子校女子校共学校みたいな感じでそれぞれおっしゃっていただければと思うんですけど、はい、男子校から、そうですね、男子校で言うと、まあ、御三家はまあさっきお話した通り、まあ、上位の学校が少し敬遠気味で安定志向っていうね話ありましたけど、まあ、武蔵に関しては第一志望の子が多いんですよね。まあ、武蔵って唯一無二の学校だと思うので、実質倍率 3.1 倍っていうことで、まあ非常に人気が高かったです。で、あとはまあ男子校で言うと巣鴨中学ですよね。実質倍率 3.8 倍で、これがさっき話題に出た過去問が売り切れた学校で、まあ、実は去年も売り切れてたんですよね。ですので、まあ、算数一科入試とかいろんなあの入試のパターンもやっていて、非常に人気も高くて、まあ、あの厳しい入試だったなっていうふうに思います。で、あとはまあ城北中学、こちらもまあ3倍で、まあ、非常に人気が高かったなというふうに思います。あとはまあ大学付属ですよね。まあやっぱりここに来て、これもまあある意味安定志向だと思うんですけど、まあ、男子校の明大中野が1回目の入試が実質倍率 3.4 倍、立教池袋が 3.1 倍。で、あとはまあ日大豊山ですよね。まあこれは非常に今年人気高かったなって思うんですが、まあ過去問が売り切れた学校の一つで実質倍率 4.2 倍、志願者が昨年比 134.4% なんですよね。早い段階から YouTube に学校案内の動画なんかをアップしたりしていて、まあ、あの私立中学知らない人が見ると、まあ、結構度肝抜かれると思うんですけど、いきなりエスカレーターがあるんですよね、学校にね。まあ、こんな学校行ってみたいっていうふうに思った子きっといるんじゃないかなって思います。やっぱり YouTube とかそういう動画をうまく使える学校が多分人気を集めたかなっていうふうには思います。やっぱりそういうなんか新しいことにも挑戦していくっていう学校の姿勢が、その YouTube というまあことだけじゃなくても、まあ、その姿勢自体がね評価されるっていうこともあるでしょうしね。そうですね。やっぱりでも確かに大学付属ってやっぱり本当に人気ですよね。でしかもその例えばじゃあ慶応とか早稲田とかっていうのを第一志望に置いてる人が抑えとかでやっぱりここで有名中だったりとか、はい、立教だったりとかっていうのを受けてくると、第一志望で名中とか立教を受けるっていうのがだいぶ厳しい戦いに、まあ、そうでしょうね、なりましたよね。でしかもまあ3倍とか3倍超えてくるってなると、まあ、確かに厳しいし、今後もそれは続きそうな感じですよね、正直。まあそうでしょうね。はい、あとそしたら女子校についてもお伺いしてよろしいですか、ね、そうですね、女子校に関して言うと、まあ、例えば豊島が丘に非常に人気高かったですよね。コロナで密を避けるっていうことで10分おきに時差集合っていう方法を取ったんですよね。あとは女子の御三家をはじめ、今年はまあ面接も中止になりましたので、まあ、このあたりもね、子供たちの合否にも少しは影響したかなっていうふうには思います。あとはまあ数年前から人気があったあの、高蘭女学校っていう学校があるんですよね。まあ、立教にあの結構推薦で行けるような学校なんですけど、まあ、今年は少し落ち着いたっていうふうには言われてます。まあ、午後入試なんかもね、非常に人気高いんですけど、それでもやっぱり 3.3 倍でしたね。あとは山脇っていう学校があるんですけど、ここもですね、過去問売り切れて、やっぱり非常に人気が高かったですね。倍率で言うとまあ 3.9 倍ということで、まあ、上位の学校はまあ倍率はそれほど高くなかったんですけど、まあ、真ん中にね、集まってしまったなっていうふうに感じました。そうですね。はい。そしたらちょっと最後、共学についても。そうですね。共学に関して言うと、やっぱり渋幕ですね、渋谷幕張が、まあ、受験生大きく減らしまして、82% と。まあ、私の教室からは、まあ、あのかなり行ってもらったんですけど、うん、やっぱりあの遠征とか全泊っていうのは嫌だなっていう子はきっとねいたのかなっていうふうには思います。で、渋谷教育学園渋谷の方はちょっと今日もホームページ見たんですけど、まだ情報載ってなかったので、まあ、ちょっとね、まあ、時間かかってるのかなっていうふうには思います。あとはあの筑波大附属っていう学校、国立であるんですけど、まあ、ここがですね、昨年比で 124.9% と。で、まあ、だいぶ受けやすかったんですよね。あの、例年8科目入試で、体育とか音楽。まあ、結構これ嫌がる子もいるんですよね。で、それがなくなって、まあ、4科目入試になったということで、やっぱり非常に受験生増やしたなっていうふうには思います。やっぱりそのコロナの影響で、まあ、それこそ面接がなかったりとか、まあ、こういうふうに受験科目も減らしたりとかっていうのがあったんで、そこでだいぶ今年はやっぱりイレギュラーな入試になりましたよね。そうですね、読むのが難しかったですよね。でそれ自体、まあ、多分その来年以降も、まあ、来年以降、まあ、2年後3年後って言ったらまあ落ち着いてってほしいですけど、うん、来年に関してもこの影響がある可能性って結構高いと思うんですよね。だからそれをまあどう読むかっていうところもありますけどね、はい、
そうですね、まあ、塾にはいち早くそういった情報が入ってきますから、やっぱり塾の先生に相談する、早めに相談するっていうのが、あの塾の先生とこうやり取りするそういう機会を増やしておくっていうことが秘訣かなっていうふうには思いますね。はい、ありがとうございます。あと、まあ先生、まあこの時期って新学年の準備に各学年のまあ親御さんがね、どうしたらいいんだっていうところ結構悩んでると思うんですよね。そういった意味でなんか先生の方から新学年こういう準備したらいいですよとか、こういうこと逆にしちゃいけないですよみたいなことあれば教えていただきたいんですけど。あ、はい、新学年の準備で、まあ、自分がお願いしたいなって思うのは、まあ、まずあの習い事の整理ですよね。今まで通り同じ習い事をまあ子供はしたがるんですけど、まあ、学年が上がると塾に通う日にちも増えるので、まあ、絶対こなせなくなるので、まあ、できれば親御さんベースで習い事の整理をまあ手伝ってあげてほしいなっていうのがまあ私の意見ですね。確かに習い事って結構3つも4つもやってる子の中にいますもんね。そうですね。それ多分5年生とかになって通塾がまあ週に3日とかってなった瞬間に、もうそれだいぶ宿題やる時間なかったりとか、全部何もできないっていう風なことにもなりかねないですもんね。まあ、私よく言うのは、まあ、大谷翔平でも二刀流できるかできないかなわけだから、あの普通の人が二刀流ってもうまず無理だよっていう話をして、もう早い段階でまあ、どっちかに決めなさいっていうような話はしてます。あ、なるほど。例えばじゃあ5年生までの段階で習い事をゼロにしなきゃいけないっていうところまでではないって感じですか。そうですね、まあ、週1ぐらい、まあ、息抜きとか、リラックス気分転換で運動とかね、ピアノとかやるのはいいんですけど、いい成績を目指すっていうような習い事をしてしまうと、まあ、お互い厳しいでしょうね。あ、なるほど。例えば習い事、まあ、要はその勉強以外の習い事ではなくて、そのちょっと話ずれるんですけど、個別指導だったりとか家庭教師とかっていうのは、まあ、塾の先生として、まあ、僕も塾の講師をやってますけど、立場としてどういうふうに捉えてらっしゃいますか。まあ、私はあの基本的にはまあウェルカムの方向なんですけど、ただ伴走型っていうんですかね、塾を中心にしてそれをフォローしてくれるような指導者に巡り合えるといいんですけど、授業中ちょっと自分が教えてないような変なやり方をしてしまったりとか、まあ、時にはまあ塾を休ませて個別指導や家庭教師に行くっていう風になると、ちょっとあの子供があの成績が下がってくることがあるので、その辺のさじ加減は親御さんに今相談して塾側がコントロールしていかなきゃいけないのかなっていう風には思います。あ、なるほどですね。じゃあそしたら、今新学年の準備として、まあ、習い事の整理をしてくださいっていう話あったと思うんですけど、それ以外何かありますか。そうですね、あのペースが乱れても大丈夫だっていう話はよくしてます。あの、まあ、2月3月は慣れるための時期だと思うんですよね。毎週毎週のプログラムに慣れていく。でもしね、そのこなしきれなくても春休みがあるから、そこで、まあ、もう一回ペースが乱れても大丈夫だよっていうぐらいの気持ちで、はい、やりなさいっていうような話はしてます。なるほど。まあ、2月3月の2ヶ月間で、まあ、新しい学年の、まあ、リズムを整える期間ですと。そうですね。それをしっかりじゃあ目的に置いて2ヶ月頑張った方がいいっていう感じですね。はい、あとはですね、あの、まあ、新学年ですからね、まあ、新しいことを始める、新しいことを習慣づけるっていうので、計算と漢字の習慣をもう一度やってみようということは言ってます。やっぱりあの成績いい子は朝の時間うまく使えるんですよね。まあ、あの計算夜やってる子もいるでしょうけど、まあ、私は基本的には朝勉を進めています。やっぱり朝の習慣ですよね。結局朝、はい、なんか毎日やらなきゃいけないことっていうのは学年が増えるごとにどんどん増えていくじゃないですか。それがまあ計算と漢字だけじゃなくて、なんか例えば理科の社会の基礎的な部分を補うようなものだったりも毎日やっていかなきゃいけないってなったら、毎日やるべき勉強がもう3個も4個もあってってなると、夜だけの時間で1時間埋まってしまうみたいなことありますよね。なんとかして朝をこう有効に活用すると、まあ、これは確かに僕も常日頃指導で言ってることなんですけどね。他はございますか、新学年の準備として。そうですね、あとは授業中に理解できる問題を増やしてほしいっていうのは言ってます。まあ、さっき の、 あの家庭教師とか個別指導の話もあるんですけど、はい、まあ、もしくはまたお家でね、お父さんお母さんが教えてくれるっていうお家もあると思うんです。はい、で今まではその授業で分からなくても家でフォローする時間があったかもしれないんですけど、学年が上がると家でフォローできる時間っていうのは絶対減るので、できる限り授業中にまあ理解する問題を増やす、で授業に積極的に参加する、まあ、もっと言うと授業中に手を挙げる。ですからお父さんお母さんにあのお願いしたいのは、家帰って今日授業中に発言したかなとかね、手を挙げたかなっていうのはまあ聞いてほしいなっていうふうに思いますね。
確かにね、まあ、それ本当によくわかるんですけど、まあ、僕は国語の講師なので特に普段まあ記述をやっぱ基本的に授業中見るじゃないですか。そうするとそこで手を動かすこと動かさないことでやっぱり本当に国語の成績って変わってきますので、まあ、そうですね、まあ、多分国語とかはすごいその授業中どれだけ参加するかが要素がすごく大きいものだと思うんですけど、特にまあね、あと算数とかもね、授業中に解く解かないとかって本当に差が出ますもんね、はい、ありますね。あの授業中に先生の模範解答を写して帰るっていうだけだと、まあ、やっぱりあの上位校は厳しくなってきますよね。授業中にちょっとどれだけあがけるか、シンキングタイムにどれだけ授業に参加できるかっていうことが、まあ、上位校合格の秘訣かなって思います。なるほど、まあ、それをだから親御さんの方でも、まあ、授業中どれだけ集中できてるかっていうのを確認と、そしてまあ集中するんだよっていう声かけですよね、まあ、こういったことをしてほしいということですね。なるほど、他ございますか。最後に一つ挙げるとしたら、どんな子であっても、あの中学受験って順風満帆に行くっていう子いないんですよね。あの、偏差値70の子であっても、うん、悩みってあると思います。ですので、まあ、子供から SOS の信号が出たら、お父さんお母さんには勇気を振り絞って、塾にですね、電話をしてほしいなというふうに思います。なるほど。まあ、僕はその2月の入試期間に関しては出勤とかはしてなかったですけど、当然その常勤の先生とかっていうのはもう常にいるじゃないですか。で、そこでやっぱり駆け込んでくる生徒だったりとか、はい、電話だったりの対応に追われてると思うんですけど、むしろそれを待ってるみたいなところすらありますもんね。あ、そうですね。実際なんかあのこの入試の期間すごくお忙しかったと思うんですけど、はい、なんか印象に残ってるこう駆け込み事例みたいなのがあったりしました？まあそうですね、あの2月1日の入試の結果が、まあ、2月2日に出て2月3日にもう1回じゃあチャレンジしようっていう時にやっぱり心折れてる子がやっぱいるんですよね。まあそんな時も塾に来てもらって、過去の先輩たちは入試に行って合格してったんだよっていうことを伝えてあげて、で、まあ、僕がやったことは、まあ、お父さんお母さんに対してもそうですね、最後まで絶対大丈夫ですっていうのを言い続けました。例えばあの女子の人気校豊島が丘っていう学校は2月2日3日4日、まあ、3回あるんですよね。で、2月4日に行く子ってやっぱり心折れてきてるんですよね。でも2月4日に受かる子っているわけです。だから絶対入試に行けば受かるよっていうのを最後まで言い続けるっていうことが、まあ、大切だなっていうふうに思いました。まあそうですよね、なんかやっぱり後半まで合格がないと非常にその心的なストレスもやっぱり多いし、まあ、不安にならない方が無理っていうのは無理ですもん ね、まあ、ね、実際それをこうやっぱり塾に頼るっていうことですよね、はい、そしてまあ頼るためにやっぱり1週間休みにしてるじゃないですか塾側も。そうですね、だからそういったことはあの塾に通ってる大きな、ね、メリットでもあるから頼ってほしいっていうことですかね、はい、そうですね、はい、はい、じゃあ、合格するためのポイントも多分その長年の塾の講師としての経験がの中でこういう子は合格したみたいなのが多分あると思うんですけど、合格するためにどんなポイントがあるかみたいなことをちょっと教えいただけますか。そうですね、まず一つ目は入試は受けなければ受からないので、私の教室の、まあ、お父さんお母さん生徒には、まあ、たくさん受けるようにっていうのは言いました、はい、で、入試期間中も子供は成長していきます、まあ、合格も成長になるし不合格も成長になるので、まあ、必ずたくさん受けなさいっていうような話は、まあ、していきました。うん、なるほどなるほど、まあ、受けなければ受からないって当たり前の話ですけど、ただなんかいろいろいろんなことを考えてなんか受けない人もまあ、いるじゃないですか。やっぱり、まあ、もちろんその、ね、お子さん の、 その体力もあるしストレスもあるから無駄に受けることもまあ必要もないと思うんですけど、うん、ただまあ受けなければ受からないっていうそのところですよね。私はおっしゃる通りだと思います、はい、あとは何かございますか。はい、まあ、受験校の選択肢を狭めないっていうことですね。例えば男女別学がいいとか共学がいいとか、あとは宗教がある方がいいとかない方がいいとか、まあその絞って学校選びをスタートしてしまうと後からですね非常に困ることになるんですよね。子供は急にやっぱり共学がいいとかやっぱり男子校がいいって急に言うこともありますし、うん、あとまあもっと決定的なこと言うと選ぶのは学校側なんですよね、最終的には。なので初めの段階を幅広く学校研究をしてほしいなっていうのが私の考えです。なるほどなるほど。学校研究っていうのは、まあ、もちろんその今コロナの時期で実際に、ね、あの学校の見学ができなかったりっていうのはあると思うんですけど、まあ、一旦それを抜きにした場合学校研究っていうのは何をした方がいいと思います？まず今の時期だと各校舎に行くと学校のその短冊が貼ってあると思うんですよね。で、先輩たちがどんな学校を受けたのかっていうのが、そして合格できたのかっていうのが見てわかると思うんですよね。それがまず一つヒントだと思います。
で、はい、その短冊を見てきて、でそこにあるような学校を、まあ、まずはあのホームページなり YouTube なり、まあ、最近は YouTube の動画なんかもかなりアップされてますから、あのそういうのを見て研究してみるのもいいんじゃないでしょうか。やっぱり、まあ、実際見ていくっていうのがいいですよね。あとはその多分子どもが見る視点と親が見る視点って全然違うじゃないですか、学校選びの時に。そうですね。で、その親が、例えば子どもが行きたい行きたくないっていうのは別にして、親が行かせたいっていうのはあると思うんですよね。だから多分最終的に、まあ、受験校って選ぶのもまあ親御さんじゃないですか。なので親が行かせたい学校っていうのを基本にベースにして、まあ、見て、で子どもが行きたい学校っていうのもあると思うんで、その2つを両方見た方がいいっていう感じですか。まあそうですね、まあ、ただ6年通うのは最後子供ですからね。最後は子供に決めさせてくださいっていうのは私は言ってます、うん、あとは〇〇中以下は行かせないっていうふうに言う親御さん、まあ、特にお父さん多いんですよね。まあ昔の考えで、まあまあそんなとことんでもないなんていうお父さんもいるんですけど、やっぱり見ないで判断しないでほしいっていうことですよね。で、時代はもう変わってます。もう何十年前とはもうはるかに変わってるので、もう御三家と国立しかうちは受けさせませんなんていうお父さん、まあ、たまにいるんですけど、やっぱりねいい学校たくさんあるんでね、まずは見ましょう、さっきの話と一緒ですよね。まずは見ましょうっていう話ですよね。僕自身の学校でもめちゃめちゃ変わりましたね。やっぱりまだそんなにね何十年も経ってるわけでもちろん全然ないですけど、それですら全然変わってたので、そういう意味で言うと、お父さんの世代だと、まあ、20年30年前に中学受験したって、はい、その時の学校のイメージのままいくと、うん、やっぱりだいぶ違うのがねやっぱり現実ですよ ね、はい、あとは、まあ、最近この SNS とかネットの情報の使い方ですよね、まあ、一人の情報に振り回されないっていうことがお願いしたいと思います。また例えば同じマンションのあの子が言ってるから嫌だとかね、あのそういう1分の1の情報に、まあ、振り回さないでほしいなって思います。あのいい噂って本当に広まりづらいんで、悪い噂の方が、まあ、ネットには出ますから、まあ、そういったところはあの塾の先生を頼りにして情報収集してほしいなっていうふうには思います、はい、あとはございます。そうですね、まあ、最後まで打席に立つ、出願した学校は必ず受ける、親が最初に諦めないっていうのは、まあ、お願いしたいですよね。2月の5日にも、まあ、入試があるわけですよね、まあ、非常に高い倍率、10倍とか高い倍率ですけど、それで合格してる子もいるんです。ただ受けに行かない子は絶対合格はできないので、やっぱりもう子どもの涙は見たくないって言って出願してるけど行かない、まるで終わりにしたい、まあ、そういうふうに言われることもあるんですが、もう受験料払って準備してる学校だったら、まあ最後まで行きましょうっていうのは私はよく言ってます。でそれでもう合格取ってきた子はもうたくさん先輩たちにもいます。まあそうですね、やっぱりその落ちるのが見たくないとか、子供が辛い様子を見たくないっていうのはどの親御さんもね思うところだと思うんですけどね、うん、それはやっぱりその、まあ、塾の講師としてある意味ドライに見れるからこそ行ってくださいというふうに言えるっていうところありますもんね。まあそうですね、あとはまあ毎年この時期に、まあ、来年の入試の合否の数を予想することもあるんですけど、まあ、ほとんど当たったことないんですよね、うん、つまり6年生のその2月の時期の成績って、まあ、気にする必要全くないと思います、うん、子供はもう1年あれば変わりますから、今の成績でうちの子はもうここの学校は受からないとか、逆に言うと受かるとか、全くそういったことはまあ言えないと思うんでね、今の成績で少なくとも志望校は決めないでくださいって話はいつも知ってます。そしたら逆に言うと、いつぐらいに志望校を決めたらいいとかっていうのはございますか。はい、一つが私の塾だと6月に学校別の日特がありますから、そこで1回目決めないといけないんですよね。でその後9月からは実際にもう用意どんであの過去問演習とかが始まっていきますから、まあ、遅くとも9月には、まあ、大体9割ぐらいの子はもう9月にはもう志望校を決めてますよね。他の併願校に関してはもう直前でまあいいですよね、うん、そうですね、まあ、子供は併願校についてはあまり興味がないんですよね基本的に。だから塾と親御さんで決めさせてもらって、まあ、実際今出願日がどんどん早まってきてるんで、もうあの12月の下旬ぐらいからあの2月校もあのお金とか払い始めますから、まあ、年内中にはもう決めないとくともないかなと思ってますね、はいはい、最後は何かございますか。そうですね、あの入試問題の相性っていう話よく聞くんですよね。過去問はできるけど、その模試の結果はまあまああまり良くない、はい、でも過去問できるからうちの子は受かりますみたいな、まあそんな話があったりとか、うん、まあ逆に過去問やってみてちょっと取れないからもうやめよう、
他の学校にしますとか、まあ、そういう相談も受けるんですけど、まあ、やっぱり今までいろんな学校見学行って選んできた学校ですから、まあ、それ過去問の出来不出来だけで学校を決めてほしくないなっていうのは正直あります。で、例えば記述が多い学校っていうのはまあみんな嫌なんですよね。ただもう最後の 2,3 ヶ月でやっぱりみんな書けるようになってきますから、諦めずに最後まで頑張ってほしいなっていうふうには思います。なるほど。まあそれがまあ以上今7つぐらいですかね、合格するためのポイントみたいな形でお話しいただいたんですけど、逆にこれをすると不合格になるみたいなポイントがあれば、ね、そこも、はい、まあ、ちょっと親御さんにはちょっと耳が痛い言葉になってくるので、まあ、この時期にしかまあ言えないことなんですよね、はい。まあ、まだね入試まで1年ありますから、ちょっと冷静に聞いていただける時期にちょっとよく話をするんですけど、まあ、一つ目は忘れ物ですよね。やっぱり塾に来て自分の勉強道具で、慣れた勉強道具で勉強しないと効果は薄いですから、やっぱりあの忘れ物多い子っていうのは前の日にお父さんお母さん一緒にそのテキスト全部フルセットあるか、筆記用具があるか、消しゴムちゃんと入ってるかっていうのは確認してほしいなっていうふうに思います。で、2つ目がですね、まあ、すぐ人のせいとか物のせいとか何かのせいにするっていうのがあって、まあ、実はこれ結構危険なんですね。子供が勉強ができないときに逃げ道になっちゃうんですよね。まあ、例えばですね、教室のクラスがうるさいっていうふうに家帰って子供が親御さんに言うと、親御さんはうちの子の成績が悪いのはクラスがうるさいからだ。もっと言うと、まあ、4科目の先生いたら、まあ、全員の先生と相性いいってわけじゃないでしょうから、ある先生が合わない、教え方が下手だっていうふうに言うと、あ、うちの子の成績が悪いのはあの先生のせいだ。まあ、でもそこに逃げ道作っちゃうとあんまりお互い良くないんですよね。ですので一旦それはちょっと置いといて、まあ、塾に相談してもらうのがいいかなっていうふうには思いますね。そうですね。なんか、まあ、塾側で多分講師としてあるあるだと思うんですけど、お子さんを通して曲がった状態の情報が親御さんに伝わってしまって、親御さんからまあご指摘いただくみたいな、でもそれって実際は全然違うみたいなことよくありますよね。まあそうですね、あとは何かございます。はい、まあ、さっき朝勉という話出ましたけどね、まあ、夜遅くまで勉強して朝起きられないっていうのは、まあ、NG ですよね。まあ、極力早く寝て、そして朝早く起きて朝集中してやると。まあ、朝はこうなんて言うんでしょうね、誘惑するものが少ないですよね。まあ、夜だと、まあ、テレビとか見たくなったりしますけど、朝はまあなかなかそういう気持ちにならないので勉強にもね集中できるかなっていうふうには思います。なるほどなるほど。まあそうですね、優秀な子の条件として朝勉強できるって結構多いような気はしますよね。そう思いますね。まあ、ただ朝苦手っていう子は絶対いますもんね、優秀な子の中で。まあ、そうですね。なので、まあ、だから絶対な条件ではもちろんないですけど、ただ夜遅くまで勉強してることによって朝勉強できないのは良くないのでね、それはだから単純にまあ朝方にしましょうねっていう感じですよね。はい、そうですね。まあ、あとは塾を休みがちになるっていうことですよね。ああ、はい。これ塾休む理由っていっぱいたくさんあって、まあ今ねコロナだから無理やり来てくださいっていうのは言いづらいんですけど、まあ例えば運動会の練習があった日とか、まあ修学旅行から帰ってきた日、これ人それぞれなんです。修学旅行から帰ってきた日に塾に来る子もいるんですよ。だけど今日疲れちゃったから休みますっていう子もいるんですよね。でもそういうのってチリツモで、どんなに大変でもやっぱり塾に来てくれるっていう子はやっぱ成績伸びてるなっていうのは感じます。なんかそういうのってやっぱり塾が好きっていうところもありますよね、きっと。まあ、そうですね。まあ、仲間で仲いい子がいるとか、まあ、先生が好きだとか、そういうのもあるし、だからいろんな要素があるんだと思うんですけどね。ただまあ塾はやっぱり基本的にはなるべく行ってっていうのが基本ですね。あとはですね、まあ親子関係ですよね。やっぱり成績上位の子は親子関係がいいんですよね。やっぱりそこでバトルとか揉めてる時間が少ないので、やっぱり子供の方が、まあ、お父さんお母さんやっぱり厳しい家多いので、はい、子供の方が一歩引くっていうのはその辺うまくやり取りしていて、やっぱりそこで反抗、つまんないことで反抗してバトルして2時間経ってたっていうのはまあちょっともったいないなっていうふうには思うので、僕はもう子供の方に一歩引けと。ああ、なるほど。もう家出する覚悟があるんだったらいいけど、また明日からもお世話になるんだからあなたから謝りなさい、まあ、そういうふうに私はいつも言ってますね。なるほどですね。あとは、まあ、さっきのまた朝の話に戻っちゃうんですけど、まあ、朝一人で起きられない子、やっぱり自分の入試だから、まあ、まずは目覚まし時計買ってもらって朝自分で起きるようにしなさいと、まあ、ただこれはできてる子ほとんどいないです。上位の子であってもほとんどいないですね。僕も起きれた記憶がないですね。まあでもそれは、まあ、まだ小学生っていうところも
あるので、まあ、親御さんがそこはサポートしてあげながらっていう、うん、でもあれですよね、やっぱりその子供が自分で自分の入試に責任を持って取り組むっていうこと、うん、その姿勢自体はすごく重要ですもんね。そうですね、はい、あとはこれいい点でもあり悪い点でもあるんですけど、全く根拠のない自信を持っていると。あ、まあ、時々そういう子いるんですよね、はい。まあ、ポジティブに捉えればそれいい点なんですけど、それに伴った努力をしてないっていうケースがあるんですよね。だからそれはダメだぞっていう話はしてます。なんかたまに、まあ、これもまあいると思うんですけど、第一志望で、まあ、だいぶ無謀なことを言っている生徒の中では、第一志望にその学校の名を言いたいから第一志望でそれを志望してるみたいなパターンないですか？例えばまあ開成だったら開成でもいいんですけど、俺開成目指してるって言いたいみたいな、そういうのはありがちなところだなっていうのは思うんで、まあ、それが多分その先ほどおっしゃったところにつながってくるとは思うんですけどね。まあ、そういうのもだから親御さんがいや現実見ろよみたいな、そういう厳しい言葉をで言う必要はないかもしれないですけど、ただそれに向かってあなたちゃんと努力してるのみたいな、そうですね、指摘っていうのはやっぱり必要かもしれないですね、はい。あとはすぐに無理っていう言葉を発するっていうことですよね。もうできないっていう言葉はもう言わないようにって私も言っていて、まあ、まずじゃあどうしたらできるのっていうことをまあ考えなさいよというような話はしてます。まあ、これはポジティブシンキングのね基本だと思うんでね、まあ、お互いにできないっていうのを言うのはやめようというような話はしてます。であとはですね、背水の陣ですよね。近所の公立中進学でいいと思っているというケースはやっぱりあまりうまくいかないんですよね。まあ、どっかでやっぱり撤退を考えてる、まあ、親御さんってやっぱりいらっしゃるんですけど、まあ、やっぱりそのようになっちゃうんですよね。ですからうちはもう絶対受験すると決めて、まあ、最終的に公立中に行くっていうことをまあ否定してるわけじゃないんですけど、はい、どっかでねそういう逃げ道作っちゃうとやっぱり油断が出てくるのかなっていうふうには正直思います。まあ、教育として公立に行くのか私立に行くのかっていう話ではなく、まあまあ、あくまでも塾の先生として受験に合格させるということを目的にするんだとしたら、はい、逃げ道は絶対作っちゃいけないっていうことですよね。そうですね。うん、まあ、そこは多分親御さんのその家庭としての教育方針と、まあ、うん、マッチするかしないかっていうところの差が出てくるんで、うん、難しいところあるかもしれないですけど、はい、まあ、ただ確かにまあ合格を目的にするんであれば、うん、少なくとも逃げ道は作らない方がいいですよね。そうですね、はい。あとはですね、まあ、すぐに何を勉強すればいいって親に聞く子ですよね。やっぱり自主自立っていうのが基本なので、日々のトゥードゥーリストだけはお父さんお母さん主導でまあ一緒に最初に作ってもらって、アクションリストですよね、まあ、何をしたらいいか分かんないっていうのが一番時間ももったいないですし、勉強できたっていう実感も湧きづらいので、まあ、毎日やることをルーティン化してリストアップして、終わったらチェックをしていくと。で、何やったらいいかなっていうふうに子供が言わなくても済むような仕組み作りっていうんですかね、そういうのをお願いしたいなっていうふうには思います。はい。で、まあ、今なんか10個聞かせていただいたんですけど、なんか全部にこう集約されるなって感じるのが、結局まあ忘れ物をしちゃうとか人のせいでしないとかっていうのって、多分その受験を自分ごとのように捉えて、それでまあ自分でどういうことをするべきなのか考えるっていうするのかなとは思うんですよね。でもそれって目的を置いてそこに対して自分が何をしたらいいか考えるって結構まあ大人な、まあ、小学生ができることじゃないですか、うん、やっぱりよく中学受験で大人な子が勝つよっていう、大人な子がまあ合格するっていうふうによく言われると思うんですけど、やっぱり多分今先生がおっしゃったことって、まあ、いかに大人な小学生になれるかみたいなところに結構近い話だと思うんですけど、うん、やっぱりそういったことを親御さんが日々の教育の中でしてあげるべきってことですかね。そうですね、はい、うん、まあ、もちろんその精神年齢が高くてそもそもね、そういうのをちゃんと考えられる小学生っていうところがやっぱり有利だと思うんですけど、そうじゃない子に関しても、まあ、親御さんが日頃の声かけで、まあ、これあなたのことなんだからねとかっていうような言い方っていうのが重要かもしれないですね。そうですね、はい、ありがとうございました。一応まあここでねお話は終わりだと思うんですが、あきら先生、なんか告知とかございますか？そうですね、まあ、ぜひ今日の話を聞いて面白かったなって思った方は、日農研の歩き方のチャンネルですね、 YouTube チャンネルなどもフォローしてもらえると嬉しいです。また今度逆にですね、ゆうしんさんにも私 の, YouTube チャンネルにねぜひ来てほしいと思いますので、また来月ぐらいにライブ配信とかでご一緒できたらなっていうふうに思いますので、その時はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本当に日農研に通われてる方はまず基本的にもマストで多分フォローした方が
いいと思う。かなり限定的に日農研に関しても、その週ごとのレベルでね動画作られてますからね。だからまあ日農研に通われてる方はまあ少なくともフォローしていただいて、それ以外のね塾に通われてる方も本当に大きく参考になる部分あると思うんで、皆さんフォローしていただけたらと思います。そしてまあありがとうございます。次回ね、次回というかまあ来月あたりですかね、ライブに僕も参加させていただきますんで、そちらの方にも皆さんお越しいただければと思います。ぜひ楽しみにしてます。はい、はい、すいません、じゃあこちらこそありがとうございました。すいません、またよろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。本当にね僕自身も参考になる内容ばかりで、ご覧いただいている皆さんもね参考にしていただけた部分非常に多いと思うんですが、やはりね大手の塾の先生ということもあって非常に情報量がやっぱり多かったですね。まあ、そして、まあ、受験に合格させるっていうことをまず目的に置いた非常にまあ仕事人的なね立場ですごく参考になったお話多かったと思います。まあ、僕自身は普段このチャンネルでは受験に合格させるということだけではなくて、まあ、教育全般としてどういうふうにしたらいいかみたいなこともお話しするので、まあ、普段僕がチャンネルでお話しする内容とは、結構違った内容のね情報もあったと思うので、そこは本当に参考にしていただける部分なんじゃないかなと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ご質問リクエストございましたらコメント欄の方でお待ちしております。Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。